どういうふうにするかによって、はい、やっぱり、まあ、もう一つ彼の伸びしろはあると思います、ね、はい、そのクイーマン高部は三振に取りました。高さがあって距離は出ない。空振り三振です。変化球がブレてるんだったら変化球を慎重に投げていく、じゃあまっすぐを大体投げていくときに感じが変わってくるときもありますので、まあ、ちょっと汗をこうかいたりすると、はい、エチェバリアをバッターボックスに迎えています。打ってこの打球は伸びるぞ、取ったか、取った、取りました。今シーズンのここまでの交代機を空振り三振です。4つ目の三振を取りました。で交代機や球数など見るとどうなんでしょうね、池田さん、そのベンチが汗が目立つピッチャーではなかったんですけど、そうですね、はい、うん、欲しいなと思うんですけど、まずはレアード、三塁線はレアだ、野村勇美取って一塁へ、この回の二人目、これも野村のところに行った、止めている、一塁へ送れる、ツーアウト。低めのボール、また野村のところに行った、どうだ、アウトだ、スリーアウト全部野村が探しました。